全部晒したろう。俺ね、よくそのトークの仕方、どうやったらそんな会話が上手くなるんですかとか、トーク技術を勉強させてくださいみたいなこと言われたんですけど、まあ僕が一つちょっと思ったのが、もう昔松本慎介って番組あったんですよ。松本さんと慎介さんがやった番組で、その中で慎介さんと松本さんに対して、いわゆる視聴者が出したハガキがあって、それが何かというと同じような内容で、まあ、喋りが上手くなりたいです。どうすればいいですかってことに対して、慎介さんが答えた答えがあるんですね。で、それちょっとここで言わせてもらうんですけども、いわゆる慎介さんは、喋りに関してはやっぱりセンスやと。持って生まれたセンスが一番大事な部分があるから、松本もセンスがあって、俺もセンスがあって、さんまなんかもみんなセンスがあるから、やっぱ喋りが上手やと。でもそれを言っちゃうと、センスのない人は喋れないのかっていうことになってしまうと。で、喋りに対しては、どうやって努力したら、トーク力が上がるのかっていうことを、俺はめっちゃ考えたんやと。で、その中で慎介さんが出した答えが、俺これすごいなるほどなと思ったんですけど、いわゆる道を教えれることが上手な人。例えば、じゃあ、横浜マニアくんどうやったらいいですかって言った時に、パッと道案内ができて、教えてる相手に対して、あ、わかりましたって納得させれる道の教え方できる人っていうのは、全員話がうまいらしい。で、僕も道を教えるのうまいって言われるんですよ。で、僕らは多分道を教えるって聞かれた時に、頭の中でもすぐ地図が出るんですよ、こうって。で、それに対してちゃんと道案内ができるんですよ。でも、話し下手な人とかは、道案内めっちゃ下手くそなんですよ。ほんまに下手くそなんですよ。何言ってるか分かんないんですよ、道聞いても。だから、慎介さんが、道を教えることを勉強すれば、トーク力は上がるって。面白いか面白くないは別ですよ。トーク力です。喋る力っていうのは上がるってことです。面白い、面白ないは多分センスであったりとか、置かれてた環境によるのもあるし、経験がやっぱ一番ものを言うと思ってるので、いろんなことを経験したことによって、それがどん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 頭の中で引き出しが開いて喋るみたいな。僕はもう引き出しが開くまで喋ってるみたいな感覚で喋ってるんで、正直、頭の中でうわー、拝見します。僕が口喧嘩して負けるなと思うのは、おかんと妹だけです。もう、おかんと妹には絶対口喧嘩勝てないんで、もちろん、しんすけさんにも勝てないと思います。言い合いしたら。はい。ただ、やっぱり、この前、その時、しんすけさんが言ったのが、嘘の話をするときに、100% 嘘の話をしましょう。じゃあ、例えば、犬に会いましたって話をしたときに、もう僕もそうですけど、しんすけさんも松本さんも、頭の中にどんな犬かがすぐ浮かぶらしい。僕もそうです。だから、嘘の話をしてても、本当のように話せるんですよ。でも、話が下手くそな人とかは、それが多分思い浮かばないから、すぐもたついて嘘がバレちゃうんですよ。でもよく僕は、しんすけさんが芸人さんに言ってたことをよく聞いたのは、どんな嘘の話でもいいから、1% でいいから真実を含めろって言ってました。1% 本当のことがあれば、それが絶対事実であることが曲がらないから、それに対して肉付けしていけば、嘘がどんどん誠に思えてくるっていうのは、ほんまにそうやなと思います。はい。だから 100% 嘘の話で嘘の話をやりきれる人はもうほんまにトークの先生が尋常じゃないです。でも 1% の真実があれば誰でもそれができるかなって僕は思ってます。はい。だからその会話技術を磨くのは一回道を知ることで覚えてやってみたらどうかなと僕は思うんですけども、まあ僕も自分のサロンを開いた時にね、その会話術だとか僕がどういうことを思って喋ってるかっていうのはいろいろ説明していこうかなと思ってます。